では86見ていきたいと思います。まずは外装からですね、フロントバンパーの右前です。特に気になるような、傷は見当たらないですかね。まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけども、そんなに気になるようなレベルではないですね。で、バンパーの中央部分も特に気になるほどの傷はなくて、まあ、こんなような、飛び石傷があるかなっていうぐらいですね。で、この辺りもそうですね、特に目立つような傷はないですけども、飛び石傷がちょっとあるかなという感じです。で、左前の方も同じような感じですかね。特に目立つような傷はない感じですね。はい。で、ヘッドライトは左右ともこんな感じで綺麗な状態です。で、ボンネット、へこみは特に見当たらなそうですね。で、傷も特に見当たらないですかね。飛び石傷が、あ、これそうですね。こう、まあ、こういうような飛び石傷がちょっとあるかなっていう感じですかね。こんな感じでツヤもあって綺麗な感じです。で、左のフロントフェンダー、こちらも綺麗ですね。特に気になるような傷というのは見当たらないです。で、ホイールが純正のホイールで、特に気になるほどのガリ傷というのはなさそうですかね。で、タイヤの溝もまだ残っております。続いてドアミラーですけども、これは綺麗ですね。で、助手席側のドア、特に気になるような傷はサイドステップ周りも含めて見当たらないかなという感じですね。続いてリアフェンダーです。リアフェンダーも綺麗ですね。まあ、色あせしているような感じもないですし、こんな感じです。で、側面のへこみですね、フロントフェンダー左側のドア特に見当たらなそうで、リアの、フェンダー周りもそうですね、特にへこんでいるところはなそうですね。で、左リアのホイールです。こちらもガリ傷はなさそうですね。で、リアタイヤはまだ溝残ってますね。続いてリアバンパーです。リアバンパーも綺麗な感じですかね。うん、そうですね。こんな感じで綺麗ですね。特に傷は見当たらなそうな感じです。で、トランク、こちらも上面へこんでいるところも特になさそうですね。で、上面の傷なんかも見当たらない感じです。続いて、右側面、右リアのフェンダー周りも綺麗ですね。で、この辺りも綺麗な感じでして、右リアのホイールも特にガリ傷は見当たらなそうですね。はい、続いて運転席のドア、綺麗ですね。サイドステップ周りも綺麗な感じですかね。まあ、薄い線傷みたいなのはありますけども、ほとんど気になるようなレベルではないかと思います。こんな感じですね。で、右フロントの、フェンダー周り、こちらもこんな感じで綺麗ですね。あ、ちょっとここ白い傷っていうほどでもないですけどついてますね。こんな感じです。で、右フロントのホイール、こちらも特にガリ傷は見当たらなそうですね。で、右のミラーも綺麗な感じですね。で、右側面のへこみ、
ここ一箇所ちょっとへこんでるところありますね。わかりますかね、こんな感じで。まあ、横から透かしてみてわかるレベルという感じです。右フロントのフェンダーは特に見当たらないですね。はい、続いてルーフです。ルーフの方もそうですね、特に傷へこみ見当たらないかなと、いった感じですかね。こんな感じです。はい、続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリムですけれども、綺麗ですね。こんな感じで、まあここちょっとこう足がね当たりやすいところなんで、ささっという線傷があるかなという感じです。でスカーフプレートは綺麗な状態ですね。フロアマットもこんな感じになっております。で、運転席のシート擦れやすいここの部分もまあそんなにこう擦れてる感じはないですね。座面も綺麗な状態です。で助手席側の、シートですけども、まあ、こちらも綺麗な感じですね。でステアリングは特に擦れてる感じもなく綺麗ですね。でダッシュボード上もまあこれといって乗り跡とか、傷のようなものも見当たらない感じですね。で、ETC 車載機が入っております。まあ、この辺りのスイッチ類なんかも綺麗な感じですね。で、TRD の、シフトノブが入っていて、ブーツ周りも綺麗ですね。サイドブレーキのブーツも綺麗ですし、こんな感じですね。はい。よいしょ。では、ちょっとエンジンをかけてみましょう。かかりもねスムーズですね。9万キロ走ってきてますけども、こんな感じで、吹き上がりの方もね特段問題ない感じですね。でナビはこれあれかな、サイドブレーキを下ろすと、うんですね、一応キャンセラーを入れないと、このテレビの方は映らないかなという感じですね。まあ、あとは Bluetooth とか、この辺はついているような状態ですね。はい、では続いてトランクを見ていきましょう。トランクのトリム類綺麗な感じですね。車載工具の方は、パンク修理キットが欠品っていう感じですかね。はい、工具の方は揃っております。して、助手席側ですね。ドアトリム綺麗な感じですね。こんな感じです。でスカフプレート周りも綺麗な状態で、フロアマットもね結構綺麗ですね。あんまりこのやっぱね9万キロ走ってきてるようには感じない、なかなか綺麗ですね。リアシートの方もこんな感じで特に気になるようなところは見当たらないですね。よいしょ。でまあ、天張りもこんな感じで特に気になるほどの汚れはなさそうかなという感じです。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。今エンジンかけてみましたけどね、結構かかりもスムーズで、特段これといって何かこう不具合抱えてそうというのは見受けられないですね。こんな感じになってます。まあ、エンジンルーム自体もですね、まあ、清掃はねしていますけれども、結構綺麗な感じじゃないかなと思いますね。こんな感じです。はい、
では試乗してみたいと思います。はい、それでは86ですね、試乗インプレッション見てみたいと思います。前期モデルの、GT グレードになりますね。走行距離はですね、93,800キロという感じです。まあそこそこね、走ってきてますね。ただクラッチのつながりなんかはすごく軽くてスムーズな感じなので、これあれですね。あのレブのこう回転のこのね警告灯表示、このね回転設定が2000回転ぐらいで設定されてるんで、2000回転になるとはい次変えた方がいいですよっていうピピピっていう音がしますね。これはねちょっと変えといた方がいいですね。でもなんかこう9万キロ走ってるような感じはしないですね。すごくうん、全体的にスムーズな感じ。エンジンの吹き上がりもいいですね。トルク感もあって、でミッションもですねスコスコと入ります。なんかガリってなってるような感じも全然ないですね。あと乗り心地もいいので、まあなんかこう足回りからガタが出てそうという感じもないですかね。全然特にねこのメーターを見なければ9万キロっていうのはね感じないですね。この TRD のシフトノブいいですね。すごくシフトチェンジがしやすい。ですね、結構今ね 86BRZ の値段も上がってきてるので、これぐらいの、ね、価格で買える86ちょっとね少なくなってきてるかなっていう感じもありますけど、まあそんなにねゴテゴテとこう車外パーツがついてるわけじゃないんですけども、まあ、これをベースにいろいろとこうカスタムしていくというのでもいいんじゃないですかね。メカニカル的には特段何か不具合抱えてそうな感じはないですね。とても乗りやすいです。うん、いいですね。ミッションがねほんとスコスコ入るんですよ。でこのクラッチのつながりもいい感じです。はい、以上86の試乗インプレッションでした。